はい、中ょ太郎です。やっぱり斎藤真治。ね。彼のことはね、やっぱり皆さん関心があるんですね。で、新しい話じゃないけど、やっぱりどうやってもおかしいっていうことが一つ出てきてるんですね。で、いろんな方が言及してます。ロケバスの犯罪。やっぱりこれはロケのバスだと言っても仕事場なんですね。職場であるわけですよ。ね。2台。 一台はスタッフ用、一台は演者用だということですけど、このロケバス、私もう、当初からこのロケバス、この会社じゃないですよ。この斉藤が使ったロケのところじゃないですよ。別の、こういった仕事をしている、本当に珍しい職業でそんなんないですよ。そこの関係者から聞いてるんで、ありえないって言ってるんですよね。二人っきりになるとか、運転手が離れるとか、おかしいって。で、ただ私もそれを、まあ、 近い人なんで、当然その人の言うことを言うことっていうのはもうほぼ間違いないと思ってるんだけど、それをあんまり主張していくと近い人の意見を採用してるっていうことで、ちょっと私も、あのー、あれがないなと、平等性がないなっていう <laughs> サイトに対して平等もクソもないんだけど、ちょっと肩入れしてるあれになっちゃいけないなと思ってあまり強く言ってなかったです、正直言うと。うん。 だけども、他の、テレビ関係者の人とかの、の、えー、文言だったり、あのー、意見だったり言うと、やっぱりおかしいと。演者さんの人たちでも、そんなことあるかって、二人っきりなるかっていう話が出てくるっていうことは、そうなってくるとですよ。いや、今回がそうだとは言い切り言い切りませんが、そうなってくると、こういうことを事件とか、えー、こういう事件として見た場合、何が考えられるかって言ったら、 いわゆる、そこに行く、いる当事者、ここにいた人たちが、その、知ってか知らずか、そういうおぞましい行為をしているかどうかを知ってるか知らずかだけども、斉藤容疑者に有利に働くような言動をしてしまっていたんではないかということが疑われるわけですよ。ね。気を聞かせてっていうことです。 まさかそういうこと。いや、ちょっと俺あれだから。だからそこが斎藤の上手いところなのかもしれません。それか、もしそういうことが分かっていてやっているなら、良くないですよね。テレビ局関係者やロケバスの関係者が、もしかしたらその犯罪に加担しているんじゃないかっていう疑いが出てきちゃうわけですよ。いやいやいや、そんなことありえないよっていうなら、やっぱりその状況っていうのをきちんとね、 こう、何かの形で説明していくしかない。だってこれほっとくと、すごい大変なことになるのは、うん、斎藤容疑者、非常に言葉が嘘が上手っていうことになってくると、ね。弁護士的な立場でいくと、斎藤容疑者の罪を軽く、そうとす、軽くしようとすると、 そういうようなことがあった、えー、テレビ局関係者を守るか守らないんじゃないの会社として防御するにはもう斎藤容疑者がそういうふうにやったっていうふうに言わないと、だから私言ってるように、これって斎藤信二だけの問題かって話なんですよ。テレビ局側、ロケ側、スタッフ側にも何らか責任が生じてくるんじゃないのと同義的なって。 っていうふうな懸念がずっとあるんですよね。いやいや、関係ないよと。そんなことは関係ないよっていうことで通るかな。えー、これ、斎藤容疑者が否認したりしていくと、えー、話はね、別の事件になりますが、ドンファン事件。 須藤被告に対しての承認って三十数人出てるんですよ。はい。これ、斉藤容疑者が認めないと、もう、バースの運転手さん、テレビ局のプロデューサー、他の演者さん、全員これなるような形になりますよ。ねえ、良かないですよね。やったのは本人が悪い。ねえ、言ってるのは、 これ2回3回行為があるうちなんですよ。もう感覚的には、1回目はハグするぐらい、抱きつくぐらい、もうここは許容範囲って仕方がないコミュニケーション、こういうキャラの人だし、っていう風だった。2回目もそうだった。でも3回目に、斉藤自身が調子に乗って、あ、OK なんじゃねこれ、いけぬじゃないいけぬじゃないって言ってズボンで自分で下げて、 っていうことだと、もうこっからはもうダメなわけ。もう最初の時からでもダメなんですよ。だけども我慢したんだと思いますよ。で、えー、って言ってる間にそういうことになってしまって、でもそこで言えるわけないじゃないですか、まさか。そんなことされたなんて言えます普通。言えませんよね。で、やっぱり家に帰って悔し涙と共に許せない。 ね、もうこれは警察に行くって、こうなったんだと思いますよ、流れ的には。うん。ねえ。バカなんですね、やっぱり。そういうことができる人なんですね。いやいや、これね、本当に、あのー、えー、その状況って非常に細かく、長所は取ります。はい。えー どういう状態で、どこの立ち位置で、どういう形で、うん。ズボンを下ろしたのか、ズボンもパンツも一緒に下げたのか、一枚ずつ脱いだのかとか、どっちの手でどういうふうに、どういうふうにって、本当こと細かくやります。だから、言ってるように、女性の被害者は、ね、二度三度、3度レイプされるっていうのはそういうことです。まず本当に犯行。で、聴取。そして裁判所。この三回においてね、 同じような恥ずかしめを受けるんだっていう話なんです。だからなかなか被害、被害届けとかでき、できないっていう現状があったんですよね。うん。そういうこともわからずにね。うん。あのー、なんで言わないんだ。だからすぐ言ったじゃないですか、今回。何年も経ってから言うなんておかしいって。すぐ言ったじゃないですか。すぐ言っても言われるんで。ね。そういうことなんです。うん だって、ズボンを下ろして、そこまで持っていく行為が同意か不同意かっていう話になってくると、いろいろな問題があるわけですよね。もっと細かく行くと、その状態で通常の女性がその行為だけを受け入れるかって言ったら考えにくいです。普通。はい。よく考えてみてください。シャワーも浴びずにですよ。それが、 もう慣れてる関係性上だとか、もう今まで付き合ってる状態でなんかそういう風ならわかるけど、ほぼ顔は知ってたけどそういう行為が初めての場合で、それを同意っていうのはちょっとおかしいです。そこの行為の同意は。はい。で、奥様が同意していたっていうことは、じゃあ、 あなたの旦那さんは、さんはいつもそういうことをやっているっていうことなんですね。それに対して注意、促しもしない夫婦関係なんですねってなりませんで仕事中に仕事の車で相手の同意もせず、その清潔な状態もしないでいきなりそんなことっていうことは、ちょっとこれはありえないこと、普通の。だからそれが当たり前なんですねっていう。 最東家ではっていう話になっちゃいますよね。うん。だから何をどう考えてもおかしいんですよ、これ。細かく考えていくと。うん。やっぱり。で、こういった話になっちゃうと、そっとしておいてくださいってもそっとならないですよ、やっぱり。うん。さあ、検察がどう判断を下すか、もうそろそろですよ。もう検察が、うん、判断を下すのがもうそろそろなので、こんな長くはしときませんからね。はい。 ねえ。このまま起訴して在宅の起訴、在宅起訴したまま裁判に入るのか。ねえ。おそらくこれ、うん、示談交渉は進んでないと思いますんでね。それがその間にもすごい勢いで示談を進めるかって。でも、あの女性の怒りから示談には、よっぽどのことしない限りというふうに思いますが、以上です。